ウーゴ・サンチェス・マルケスは、メキシコメキシコ式シ出身の元同国代表サッカー、選手、サッカー指導者。ポジションは FW。メキシコ史上最高のストライカー。1999年に国際サッカー歴史統計連盟が行った投票において20世紀で26番目に意外な選手に選ばれた。これは、南米、欧州以外の出身者では最上位である。 キンタデルヴィトレと呼ばれた1980年代後半のレアルマドリードの中心選手でリーガエスパニオーラで5度の得点王に輝いたリーガでの総得点は234得点を数え252得点を上げたテルモサラに次ぐ当時歴代2位であった左利きでバイシクルキックの名手ゴールを決めた後は前方宙返りのパフォーマンスをした ワールドカップにはメキシコ代表として3度出場。メキシコで生まれ10代の頃にメキシコ代表としてモントリオールオリンピックに出場。その時点ですでに国際試合での得点数は80を超えていた。18歳でアナアム・プマスと契約し、クラブ初のリーグ制覇を果たす。自国開催であった1977年のコンカカーフチャンピオンシップにも出場。 同国代表のビクトル・ランヘルに次ぐ4得点を記録して優勝に貢献した。1979年には20ゴールを挙げて得点王にも輝いた。その後、北米サッカーリーグのサンディエゴサッカーズへとオフシーズンの間のみレンタル移籍。アン・アム・プマスでの最後のシーズンでは26ゴールで再び得点王となった。 アーセナルからもオファーが届いていたがそれを拒否し、1981年にアトレティコ・マドリードへと移籍した。1984から85シーズンにはコパデルレースーペルコッパを獲得し、自身もピチイチ賞を獲得した。その翌年には同じくマドリードを本拠地とするレアル・マドリードへと移籍。当時アトレティコ・マドリードの会長であったビセンテ・カルデロンは、 ライバルであるレアルマドリードへ直接移籍させることにより、ファンから反感を買うことを恐れ、古巣であるアン・アム・プマスへの移籍を間に挟んで、レアルマドリードへ移籍させた。エミリオ・ブトラゲーニョや、ミチェルラを擁し、キンタデル・ブイトレと称されたチームにあって、エースストライカーとして活躍。移籍1シーズン目には、リーグ戦で22ゴールを挙げ優勝に貢献。同シーズンには、 UEFA カップ制覇にも貢献した。以降の4シーズンも連続で、スペインリーグを制し、サンチェス自身も4度リーグ得点王に輝き、ピチ1チ賞を獲得した。1989から90シーズンには38得点を挙げ、テルモサラと並んで、当時のスペインリーグ年間最多得点となり、ヨーロッパゴールデンブーツを獲得した。その後、 故郷であるメキシコのクラブアメリカへ移籍。1992年には自身二度目となるコンカカーフチャンピオンズカップを制覇し、サンチェスは決勝戦、LD アラフエレンセ戦での決勝ゴールを含む7ゴールを記録して得点王に輝いた。クラブアメリカからラージョバジカーノを経てオーストリアのラスク・リンツへ移籍。リンツではエアステリーガを優勝に貢献した。 1997年にアトレティコセラヤへ加入。レアルマドリードのチームメイトであったブトラゲーニョ、ミチェルラと再びチームメイトとなった。同年引退。メキシコ代表としては、1978年ワールドカップアルゼンチン大会、1986年ワールドカップメキシコ大会、1994年年ワールドカップアメリカ大会に出場。 1986年大会では、グループリーグ初戦のベルギー戦でゴールを決めている。また1993年のコパアメリカにも出場、グループリーグで敗退したものの復活トーナメントにて、決勝トーナメントの出場権を得ると、準決勝のエクアドル戦でゴールを決めて、決勝進出に貢献、決勝でアルゼンチンに敗れ準優勝に終わった。引退後もサッカーに携わり、 2000年3月にサンチェスがデビューしたアンアム・プマスの監督として2年契約を行った。サンチェスの監督就任は大きな話題を集めたが、当時の会長であるヒメネス・エスプリウとの考えの違いが明確になり、ヒメネスが辞任すれば戻ってくる。自分が正しく、ここに戻ってくることは知っているという言葉とともに8月にプマスを去った。翌年11月、 ヒメネスが辞任したことにより再び監督に就任した。サンチェスは、プマスで、クラウスウラ2004、アペルトゥーラ2004のタイトルをもたらした。また、2004年には、フルスのレアルマドリードとトロフェオサンティアゴベルナベウで対戦し、1から0で勝利した。2006年、南アフリカ W 杯を見据えて、メキシコ代表監督に就任。しかし、 2007年のコンカカーフゴールドカップで優勝を逃し、さらに北京オリンピック北中米カリブ海予選も敗退し、約束としていたゴールドカップ優勝とオリンピックでのメダル獲得がならなかったことにより解任された。2008年12月、UDR メリアの監督に就任した。リーガエスパニョーラのメキシコ人監督としてはアトレティコマドリードのハビエル・アギーレ監督に次ぐ。 1>, 1コパデルレー、スーペルコパデエスパーニャ、コパデラリーガ、ニコンカガーフチャンピオンズリーグ、コパインテラメリカーナ、UEFA カップ、UEFA カップウィーナーズカップ、UEFA チャンピオンズカップ。ありがとうございます。